こんにちは、つちのこです。今日は6月4日、今日もね、撮ってない台結構あるので、台の紹介とプレイやっていきましょう。まずマリオだけ撮れてない。そしてあ、これめっちゃ時間かかったな、このゆっくりめっちゃ手数かかったの覚えてる。このちょっとずつ落ちてくるみたいなやつ。さあ、あとはテレサが撮れてないですね、2種類。そしてアローラライチュー撮れてない。アローラロコンとかアローラサンドとか。そしてロズレイドも撮れてないですね。ロゼリアか。そしてカービィも撮れてない。これちょっと大変なんだよな、確か。そして箱台の最後も撮れてないですね、なかなか。そしてこれが未プレイ台ですね。今日これやっていきましょうか、未プレイなんで。そしてルピーも真ん中が撮れてない。こんなもんですね。ということで、やってない未プレイ台の女神巡りの台いきましょうか。これですね。さて、まずはこの真ん中に置いて、糊をまず外したと。さあ、次は星のとこ、ここだ。これで全部落ち、一応キャラ以外全部落ちましたね。さあ、あとはちょっとずつ落としていくぞ。はい、なんかお菓子みたい、美味しそう。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーは、じゃあ練習スタート説明ないのちょっと寂しすぎるさあ、これは飛ばしていく系ですな。ほい、お腹でついて右のコインを、嘘コイン硬コインカチカチじゃねえか。叩いて、よし、2周目行きたいけど、ほい、どうだ、ドドン、おお、結構落ちたぞ。あ、2周目一応いけるか。ほい、腹で打ってポン。何度でも蘇る。おい、戻ってくんなや戻ってくんなすくい上げる感じで、ちょ、こんぐらいか。ほい、弱めに、よし2周目いけるかと思いきや、戻ってきやがったキノコが。さあ、当たんねえかな。あ、でも2、おお、大当たり、きた。3プレイプラス1で4プレイ無料。あともう1枚取れてば5プレイ無料だったな。さあ、行きましょうか。ここはもう奥、ここですよね。コロコロコロと、行ってくれない。これはさすがにコロ押しで大丈夫でしょう。コーン、壁コロ、いけ。あー、残念。これはポッチに当てて、コーン、よし、いいぞいいぞ。さあ、あと枚数取れそうなのはこれ4種類取れるか。ほい、まずはこうずるっと取っていく。まあ、真ん中で悪くないと思うんだけど。はい、まずは緑ルピーと恵み巡り台をコンプできましたね。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ、行きましょう。真ん中に置いてパンと弾けさせる。うわ、結構ちょっときついかも。これ、ま、でも真ん中が空いたので、弾かせて、次は片方に寄らせる。ほい！さあ、最後、紫ルピー。ちょっと大変だね。ほい。コーン！オッケー。まあまあ手数かかりましたな。5手かかったのかな？ほい。巻き込み。あ、ダメだった、やっぱり。なんかアドバイスを思い出そうとして忘れちゃったな。でも1手じゃさすがに取れないね。はい、ルピー台今日取ることできましたね。お得意さんバッチ3ゲット。はい、それじゃあ今日のミバスコード行ってみましょう。ワープゾーンを発見す。一番左の土管はやめといた方がいいっすかね。あの土管の中に入ってたら、あのムキムキと何が起こるんだい。
でもワープゾーンといえばね、一番左に入るのが鉄則だよね。でも無限1アップするなら真ん中かも。さあ残りは537枚ですね。明日もねコンプしてないであったら、挑戦していきたいと思います。それじゃあよかったらまた次も見てください。つっちょんこでした。